はい、皆さんこんにちは、ちでございます。夏芸雑談やっていきましょう。1986年発売日不明のソフトですね。今回86年から1月からね、12月までやって、発売日不明というジャンルがこのサイトの方にありますのでね、であるので、それがどういう内容なのかなんですけども、画面が真っ黒ですよね、なぜか。そういうわけです。もうお見せできません。じゃあ行きましょう。1番ね、裏ソフトナンバー25、アダム&イブ、エトセゾラ88以降ですね。もうドギツすぎてお見せできません。めちゃくちゃドギツいです。裏ソフトというネーミングからもわかるように超過激なグラフィック満載の画像集。画調は浮世絵風で、中には 局部のアップもある。1本1万5000円もする。高さかなり高いね。高さだが、ここまでやったメーカー今までなかったんじゃない。177の事件もあって、途中で販売自粛になってしまった。なるだろうね、こんなんだったらなると思いますわ。で次もね、裏ソフトですね。今度ナンバー9ですね。これも見せられないだろうね。見せられないわ。アダム&イブ、エトセトラ、88以降ですね。絵は全然違いますけど、裏ソフトナンバー25と同じ系のソフト、こちらは浮世絵風ではなく普通の画像と。次いける。これちょっと、ちょっとこれ言っときましょう。はい、森田和夫のオセロですね。東芝 EMI なんですけど、東芝 EMI というと、でもこれ森田和夫の将棋ってあったよね。これエニックスじゃなかったかな。ね、そんな感じだと思います。あとね、東芝 EMI というと、トエミランドってありませんでしたか。ね、なんかコンピューターかな。なんかゲームでトエミランドってあったような気がしますね。私、東芝 EMI、もう名前からしてね、東芝 EMI だと思ってたんですけど、そんなのがあったような気がしますね。で、88以降ですね。非常に趣向が強い森田和夫のオセロゲーム。将棋もなんかね、将棋も森田和夫さんじゃなかった。コンピューター同士の対戦やヒント機能などもある。グラフィックがちょっと雑なのと、勝敗が決した時にサウンドがないこと、そしてグラフィックも何も変化がないということに不満もあるが、ゲームとしてはかなりよくできたゲームと。酷評ですけど、システム自体は良かったという、趣向が強かったということなのかな。ね、そうなのかもしれないね。単純なゲームっちゃゲームですもんね、裏返すだけのね。ないね。次は、ゼタ創刊2号。ゼタってあったね。そうやね。チャンピオンソフト。これ大丈夫なんじゃない。大丈夫だね。大丈夫だね。よかった。3800円、 PC88 以降ですね。グラフィックアイドル系の、グラフィックアイドル情報誌の第2弾、可愛い女の子はみんな水着で登場、ミスゼタギャルは発表、あの子とスキャンダル、チェッカーズ、いけない夏休み、いけない夏休み、これ関係ないか。ゼタクイズ、下着講座、密着取材の6つのコーナーがあって、例えば下着講座ではミキ、マイコ、ミナホの3人の女の子と神経衰弱ゲームをして、勝ったら彼女たちの一致グラフィックが見られるというの。やっぱりそっち方面行っちゃうんだね。てっきり私ディスクライブラリーかなと思ってましたけど、ちょっと違いましたね。その後のケイコちゃん看護婦編、これダメだねきっとね。ちょっと音声でお楽しみください。チャンピオンソフトアドベンチャーですね。定価不明の88以降です。ダメだ。ケイコちゃんの秘密のあのケイコちゃんがそっから大人になって私生活を紹介するという設定のエッジ画面。ケイコちゃんは看護婦さんになったという説と、普通の OL になったという説のあのまま結婚してしまったという説があり、それぞれのケイコちゃんを OL 編やニーズマ編で覗くことができると。ケイコちゃんの秘密ってリンク貼ってるんですけど、これどんなんだったっけ。2年前ですね。なんか絵が全然違うわ。これはお見せできるんじゃない。稽古ちゃんの秘密ね、多分一度私やってるはずなんですけどね、やってるというかこの夏木雑なんでね、ちょっとこれはお見せできそうです。これですね。で、戻るとお見せできません。これ下のあれは、これで美しいグラフィックが言ってたのか。これは一度ね、稽古ちゃんの秘密っていうのは80年に私が説明しますんで、これは置いておきまして、じゃあ次ね、
その後のけいこちゃん OL 編 またけいこちゃんシリーズ続くんだ。あ、 OL 編や新妻編って書いてるもんね。ということは今回が OL 編なんで次は新妻編なのかい。これまたチャンピオン相当、まあそらそうだね。あ、ダメだ、これもアドベンチャーですね。定価不明の88以降です。あ、ダメだ。人事部の部長さんと不倫してしまったけいこちゃん、縄で縛ったり、あそこを舐めたいと。エログラフィック満載って書いてますね。ダメだね、これ次。ああ、次もその後のけいこちゃんに妻編だ。アドベンチャーですね。88以降ですわ。これダメだな、もう。本当にもう困ったもんだな。これにおいて特徴、感想、情報一切ありませんね。絵だけついてます。で、フェアリーズレジデンスクラブ編。ああ、ダメだ。これまたチャンピオンソフトだね。あれ、チャンピオンソフトってこんなとこだっけ？アドベンチャーですね。ああ、ダメだね。定価不明の88以降です。フェアリーズレジデンスに勤める女の子たちの私生活がソフトになったもので、マリコちゃんが小物先生と共にニャンニャンを始める。ニャンニャン。あ、ニャンニャンって言葉流行ったね。コミックとゲームが一緒になったもの。ああ、コミックとゲーム。コミックとゲームね。ちょっとこれリンクあるんでね、見てみたら。はあ。これはお見せできるね。ちょっとお見せしましょう。これがね、元ネタですね。85年の4月です。文章はこんな感じですね。ただ、この戻るのが見せられないので、ちょっと目を閉じますね、またね。ああ、お見せできないね。で、次は、あ、またフェアリーレジデンスだ。今度 SF 編。チャンピオンソフト。ちょっとチャンピオンソフト張り切りすぎだろ、これ。アドベンチャーですね。86年、果てなが、あ、そうださ、不明だからね。定価不明の88以降で、うわー、これもダメだな。ただ、あ、ここはお見せできるか。ここはお見せできるね。ちょっとお見せしますね。これ、ほんと緊張するな。これ、ライブ無理だね。はい、こんな感じです。チャンピオンソフトアドベンチャーですね。88以降で、で、また目閉じますね。ごめんなさいね。ああ、ダメだね、これ。ああ。学園編と同じくコミックと連動したもの。主人公は銀河連合の宇宙刑事、ジェニー・サリバン。ああ。なんか、バンってつくと、宇宙刑事でバンって言われるとギャバンを思い出すんですけどね。彼女が平和のために、悪の使者デーモン・トキと戦おうというストーリーだが、ゲーム画面に戦闘シーンがあるわけではなく、エッチな画面が連発と。これアドベンチャー。ああ、アドベンチャーにはしやすいのか。ね、静止画が多いんでね、アドベンチャーはね。そういう意味じゃ。次はフェアリーレジデンス芸能界編。チャンピオンソフト。アドベンチャー88以降ですね。おお、今回は映せますね、これは。はい、こんな感じです。はい、マリコ、ヨーコ、タカコの3人をスターにするために頑張るアドベンチャー。スゴロクで遊ぶゲームで、スペースキーを押すごとにサイコロが振られて、ダメの数だけ先に進み、得点が増減する。第27面で6万点を超えていないとまたスタートからやり直し、超えていればホテル西天まで楽しいことを思う存分できると。おお、西天間ってね、大阪にあるんですよ。東天満、西天満ってあったと思うんですけど、東天満っていうのはね、東天満の交差点っていうのは国道1号線沿いです。造幣局のね、近所にあるんですけども、ほう、これチャンピオンソフトってひょっとして大阪の会社なのかね。ちょっと調べてみましょうか。もうね、キーボードが、ね、全然打てませんね。チャンピオン。お、ソフト出てきたね。よいしょ。株式会社チャンピオンソフト。まあ、見てみましょうか。株式会社チャンピオンソフト。おぉ、日本。大阪府大阪市北区天満。あ、やっぱ天満なんだ。天満三丁目12番さん。でも西天満じゃないんだね。あ、83年。昭和58年なんだね、83年って。情報通信業。はい。コンピュータソフトウェアの開発で、あ、まあ、合ってんの。間違いないね。資本金2000万の売り上げ8億3200万円。2007年。え、これ現存してる会社？従業員数42名って多いですね。パソコンゲーム開発、主な。
販売主なさ、事業内と日本の企業、現在はブランド名はアリスソフト。お、なんか出てきたね。アリスソフトってチャンピオンソフトのことだったの？アリスソフトも確かスケベーなゲームでね、名前を発したと思うんですけども、休止中のブランドアリスブルも含めた両ブランドの開発スタッフ同社の社員である。へえ、そうなんだね。チャンピオンソフト設立、あ、ブランド89年だからまだだね。今86年の話してますもんね。おお、ユーザークラブなんか作ったんだね。で、天馬三丁目に移転か、ハニービル。ってことは、やっぱりもともと西天馬だったのかもしれない。あ、違う。奈良県橿原市に存在、所在。でも、86年の時に西天馬って言ってくれたから、多分西天馬に行ってんだろうね。か、西天馬に何かゆかりがあったんだろうね。で、95年に北区天馬だから、へぇ、で、これ現存してるんじゃない？あ、2006年に東京進出したんだね。で、2014年に、何これ年号でも出てくるの？2010年は西暦グレゴリオ暦による水曜日から始まる平年、平成26年なんかウィキペディアもすごいね。平成26年に東京事務所閉鎖と。あ、10年持たなかったね、東京事務所がね。はあ、そうなんだね。でも私が知る限りね、ちょっと戻りましょうか。ホテル西天満っていうホテルって、あんなとこにホテルなんかあんのかな。まあないことはないと思うんですけど、これあ、まあ、あのちょうどね、天馬っていうとね、ビジネス街と住宅街が混在してる、ちょっと微妙なとこなんですよね。微妙と言ったらいいんですけど、ですから、まあホテルはあるのかもしれないね。あのまともなホテルね、まともって言ったら言い方変ですけど、あのラブホテルではないホテルはあると思うんです。出張とかね、結構、たくさんあると思います。梅田が近いからね、あのあると思うんですけど、まあ、ホテル西天満っていうのは聞いたことないんですけど、西天満がまさか出てくるとはね。でまさか大阪のところだと思いませんでした。ちょっとびっくりしちゃったね。はい、これが後のアリスソフト、アリスソフトになるの？でしたっけ。おー、ということはこの後名前が変わって出てくるんでしょうね、アリスソフトにね。フェアリーズ、あ、これなんだっけ。あ、一緒か。いや、またこれ目つぶらないといけない。フェアリーレジデンス学園編、ちょっと目つぶりますね。チャンピオンソフトね、アドベンチャー。あー、ダメだ。今回はダメだね。セーラー服と一晩中というサブタイトルがついているエッチゲーム。セーラー服と機関銃だね。なんでこうパクるのかな。まあまあ、印象がいい、印象的に、なんだろう、覚えやすいからかな。こういう、コピーというかね、キャッチコピーというか、そういうのつけると。コミックとゲームが一緒になったもので、高校2年生の遠藤由美とエッチと。あら、まあ、そうなんだね。お見せできないね、これ。頑張れ、ミキちゃん。あ、なんかミキちゃんシリーズが書いてたかな。書いてましたよね、そういえばね。確か、ミキちゃんって書いてましたよね、どっかに。はあ、あー、ここだ。ああ、いや違う、ゼタでミキっていう女の子が出てきたのか。そういうことか。ああ、はい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 。ミキちゃんと言われると、デビルマンの女の子、ヒロインがミキちゃんだっけ。原作で読んだらえげつなかったけどね。これは、あ、これはお見せできるね。お見せできます。ちょっとお見せしましょう。よいしょ。チャンピオンソフト8セトラ、定価不明の88以降ですね。なんかね、結構頑張ってるみたいな感じでね。漫画になってますね。ゼタギャルのミキちゃん。あ、関連してんだ。あの、ゼタギャルのミキちゃんが主演の動く4コマ漫画。中にはアドベンチャーもあると。おう、で、漫画。偉大な父。プリントのC で次がプリントの C って何だろうね、これ。ベーシックとかそんなじゃないのかな、違うか。で、何ミキ、そんな入力の仕方はダメだ。これ縦に行くんだね。はぁ、お父さんが見本を見せてあげよう。ヒギフットタッチ？フットタッチ入力って書いてるのか、これ。やっほりゃって。4コマで。これ落ち？
気象天結なのかな。ちょっとこれ、若い人に見てほしくないな。80年代こんな、これがギャグと思われたらちょっと困っちゃうな。しかも、これミキちゃんなの。あ、ミキって書いてるから、ミキそんな入力の仕方はダメだから、これ女の子なんだね。男の子だと思ったら、いいがたいのいいね、肩幅してから。へえ。あとちょっとこのチャンピオンソードが大阪って聞いたんでね、大阪のギャグセンスはこうなの、大阪の80年代のギャグセンスはこうなのって言われたら、まあこの時私はまだかなり小さいからいやでもちょっとなんかちょっと通天閣並みに恥ずかしいなあ。そういえば通天閣が今日もうとうとう営業停止しましたね、コロナの影響でね。まだやってなかったのかと思ってたんですけども、まあやっぱりね、周りがあの観光地とかしてましたんで、特にね海外の観光客で盛り上がってたと思いますんで、今すごい痛いと思いますね。いやーほんとね、まあなかなかもう笑えない状態だと思うんですけど、日本橋どうなんでしょうね。まあ日本橋はもうコロナ来る前から私も何度か言ってましたけど、もうあの電電タウンなんてもう観光鳥だから、観光鳥は言い過ぎか、電電タウンもねもうかなり辛いんで、まあ、このコロナでもっぱつ辛いとは思うんですけども、それほどね、ですからあの何でしょう、通天閣周りなんかもうむちゃくちゃ辛いと思いますよ。あと黒門市場ね、前も言いましたけど、黒門市場は辛いと、もう激減だと思いますね。ねえ、あ、グローブだだ次、あよかった、あこれだね、電波新聞社、アクションですね、これはいいですね。定価不明だけど多分ね3000円から5000円ぐらいの間じゃない、電波新聞社安かったもんね。で、これはナムコじゃなく、これナムコじゃなくてオリジナルなのかな。ナムコさんのね、ディグダグとかね、結構ゼビウスも移植してましたから、アーケードで人気のナムコのグローブダを移植したもん。あ、ナムコなんだけど、グローブダってアーケードだったの？それ私知らないわ。ゲームセンターで見た記憶がない。画面の色彩が少なくなってしまったので、グラフィック的に寂しくなってしまったが、その他のゲーム性は継承されている。コロシアム内でグローブダを操作し、後任の4種のロボットマシンを相手にエナジーキャノン砲とシールドで戦うと。あ、これで最後ですね。あ、そうそう、今回からね、このスクロールバーが見えるようになってるんですけど、あのね、なるべくね、画面を大きく見せたかったので、スクロールバーも削ってたんですけどもね、削ると拡大できたので、あの画面がね、収録画面が大きくできたんですけども、今回ね、ちょっとずれてたんで、調整したらね、前の調整の仕方が分からなくて、こうなっちゃいました。どうやったんだろうと。で、今これちょっとね、もうこのスクロールバーを消そうとするとね、もうわけのわからない状態になっちゃったんで、もう画面がちっちゃくなったりね、しちゃったんで、いやー、危ない危ない、今このスクロールをさらに仕掛けちゃった。今回もこれえげつないね、まともなソフトが森田のオセロとグローブダーだけ、あと全部ちょっとスケベーな感じの下心ありるんですよね。これもうライブできるのかな。まあ今回は発売日不明と、まあちょっと何でしょう、サイトの持ち主さんちょっとチャンピオンソフト集中 してるんじゃないのとてかチャンピオンソフトがなんか乱れたような気がしますね。チャンピオンソフトって以前こんなんだったっけ。まあゼタっていうのはあったと思うんですけどね、もうゼタっていう方もなんか親っていうような感じになってますし、いやーちょっと参ったな。これはちょっと今回真っ黒が多いから、これ YouTube 先生どうなんだろう。ちょっとね、僕は消しましたね、ごめんなさい。1987年1月どうなの。あ、大丈夫だ、これは大丈夫だ。はいはい、87年1月序盤は大丈夫そうですね。いやーもうこれねえげつないなー。あーこれはちょっと今回びっくりしちゃった。
これほんとちょっとね、困ったね。まあね、ちょっと今回はこれで終わっときましょうか。時間を20分、あ、超えたところですね。いやー、ああとしか言いませんけど、だってこれおさらいできないもんね。ほとんどダメだから。ちょっとちなみに何本あったのか数えてみますよね。1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本、11本、12本、13本のうち11本がアウトです。まあアウトというかね、まあゼタはギリギリいいんでしょうけど、それ自体全部アウトだね。ああまあでもフェアリーレジデンス芸能界編は、あのスケベなのがなかったんですけど、これ多分ダメなんでしょ。これもあのゲーム自体はもうもちろんスケベな方でしょ。あとこの頑張れミキちゃんも多分ダメなんですよね。あでもゼタギャルだからまだいいのかな。いやもう本当恐ろしくなってきましたけども、まあね、これでもライブはちょっと別にしないといけないね。今懐かしいね、懐かしいものの方も始めたんですけど、あっちもちょっと正直ライブはね危険かなと思うんですよね。あのなんて言ったってウェブを検索してますんでね、ウェブを検索するといつ何がどんなものが出てくるか分かんないんでね、えちょっとなかなか。でもこれやっぱりね、初見でやるのがいいんですよね。あのむちゃくちゃ緊張感があるのがね、私もちょっとねドキドキしてるんでいろんな意味でね、そういうのはいいのかもしれないですね。じゃあちょっと画面戻して、じゃあねこの辺で終わっておきましょう。1986年発売日不明のソードですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。